今日の御言葉、ルカの福音書10章1節2節。その後、主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様には12人の直属の弟子がいました。イエス様はその12人だけを特別扱いされて、他の人をほったらかし不必要と考えていらっしゃったかというと、そうではありません。実際のところ、イエス様は12人の弟子以外の人も用いられました。ここではイエス様が72人を指名して派遣しておられます。イエス様はたくさんの人々を用いたいと思っておられます。イエス様は多くの人々をご自分の目的のために用いたいと思っておられます。神様に用いられない人などこの世界にいません。すべての人は神様から用いていただけます。もちろんあなたのことも神様は用いたいと願っておられます。あなたには神様から特別の使命が与えられています。あなたは神様のために働くことができます。神様は働き人を必要としておられます。たくさんの収穫を得るためにはたくさんの働き手が必要です。神様にはたくさんの働き手が必要です。すべての働きは神様によって行われていきます。神様の御手の働きによってたくさんの人々が救われていきます。神様の道からによって働き手以上の収穫が望まれます。だからこそもっともっとたくさんの働き手が必要になります。私たちはついついたくさんの収穫物が与えられるように祈りますが、忘れてはいけないことは、働き手が与えられるように祈ることも大事だということです。もしかするとあなたは自分なんか必要ないと思っていらっしゃるかもしれません。しかしそうではありません。神様はあなたを大胆に用いたいと願っておられます。神様は十二使徒ではないあなたを特別に用いられます。今日あなたにできる働きは何でしょうか。あなたにはあなたにしかできない働きがあります。あなたの働きを通してたくさんの人々が霊的に救われます。まずは神様に祈りましょう。自分がどのように神様に用いられるのか、その御心を祈りによって知っていきましょう。そして御心が分かったとき、自分の使命が何たるかを理解することができたとき、一歩踏み出して神様のために大胆に働いていきましょう。世界中の人々を救いへと導くためには、もっともっとたくさんの働き手が必要です。たくさんの働き手が与えられるように、神様に共にお祈りしていきましょう。オールフォー、ジーズ。